ジェラル、アツシェ。入ったか。逃げられた。ナッツ、しっかりしなさい。メルディ、応急薬を急いで。うん。何よこれ。ナッツ、まずい。影に囚われてしまう。これよりドラゴン迎撃に備えてエクリプスキャノン発射シークエンスに移行します。会場会場。姫の意志最後まで見届けよう。ドラゴンの進軍状況は西方東方の観測所、いまだ敵影なし。住民の避難の方は兵士たちが順次誘導しています。願わくば一撃で全滅させて。これだけの魔力再装填には年単位の時間がかかります。すごいところに出くわしちゃったわね。扉が開くとこみたい。隠れてる必要はない出てきなさい。ウィラたち何も悪いことしてないぞ。あんたと大臣が一緒にいるってことは。フェアリーテール、この度は申し訳ありませんでした。今は緊急事態のため正式な謝罪は後日改めて。お姫様だ、シャルル。それと大魔党演武優勝おめでとうございます。ございます。皆さんやったんですね。さすがだな。なんで扉を開いてるの。まだドラゴンは来てないのに。ドラゴンのこと。彼女らも事情は知っています。そういえば未来から来た君は。殺された。もう一人の未来から来た男に。その男は言ってた。私が扉を開くのを邪魔したせいでエクリプスキャノンが撃てなかったって。だから君を殺そうと。邪魔をするのですか。そんなことしません。だけどどうしてドラゴンが来てないのに扉を開いているのか気になるんです。単純なことです。攻撃までに時間がかかるからです。ドラゴンが現れてからの開門では間に合いません。本当にドラゴンを倒せるんですか。全部確実とは言えませんが、最悪の事態に備え陛下も策を講じているはずです。Interesting stuff going on here, dudes. というわけで、大魔党演武の余韻に浸る暇もなく、大変心苦しいのだが、今、この国は存亡の危機にある、と、さっき聞いた。一万のドラゴンですと？今、城では大規模な作戦が遂行されておる。エクリプス計画。この作戦の目的は1万のドラゴンを一掃するというの。しかし相手は大軍ゆえ必ず数頭、あるいは数百頭かが生き残ると推測される。 I went from being like barely any dragons to now there's a bunch of them。 どうか私たちに力を貸してください。生き残ったドラゴンを皆さんの力で倒してほしい。この通りです。この国を救ってください。おう、当然だ。任せとけ。おう、おう、私たちの仲間が王国軍に囚われているのだが。無事です。さっき姫と合流したとの報告が。よし、もう一暴れするか。ドラゴン、ドラゴンズ、俺たちの出番。 They already know all about that. They murdered him. 頑張れ、スティンガーガン。クラム応援
全てのギルドの意志が一つに。いいや、みんな戦うのだ。お前との共闘も懐かしいな。足引っ張るなよ。ウェンディは無事なの？おそらく大丈夫ですよ。戦じゃの。ああ、やってやろう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。カモ、アモ。希望の扉が開く。勝利の扉が開くぞ。すごい魔力だね。ひげがピリピリする。確かにこれならドラゴンを一掃できるかも。これほどの魔力が一箇所に。これで未来は救われるんですよね。うん、未来から来たルーシーさんも浮かばれますね。ルーシーさん？ダメ、扉を開けちゃダメ。今すぐに扉を閉めなきゃ。扉を閉めて、今すぐ。その扉を開けちゃダメ。ルーシーさん？どうしたの急に。何を言って。お願い、扉を閉めて。なりません。これは大群のドラゴンに対抗できる唯一の兵器。今扉を閉じたらエクリプスキャノンは撃てない。エクリプスキャノンなんてない。あれは扉、時間をつなぐ扉なの。その蓄積された魔力を放出するのがエクリプスキャノンです。それは違う、あれは兵器なんかじゃない。その辺にしておけ。この国の姫君にあらせられるぞ。あの扉は400年前とつながって。They're letting the dragons in. すごい地響きだ。嘘だろ。扉からドラゴンが。これほど。なんか。嘘だ。こんなの勝てるわけねえ。出てきた。どうなってやがる。まだ出てくるぞ。扉はどうやって閉めるの。早く。そこの台座で。このトリガーを引くのね。精霊魔導士の力で。1万のドラゴンはエクリプスから来るんですね。バタリッド現れたぞ。ルーシーさん、扉はまだ閉まらないんですか。次から次へとドラゴンが出てくるよ。なんで扉が閉まらないの。私の選択のミスで世界が終わる。世界がドラゴンの怒りに染まる。私はそんなの嫌。もう一人の私の分まで生きるんだ。私の分まで笑って泣いて生きていくんだ。だから私は未来を守る。この地響き。夏、しっかりして。どうしたらいいの。行かなきゃ。約束したんだ、未来を守る。Da da 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 da. Hey. All the guest characters. Escape the castle. Oh my gosh.
And you're dead. The guest character's got a mind of their own. Who wants some of this? Let's kill them all. Take over! Flash forward! Plus a punch! 31, Medigen! And death everywhere. Flash forward. Yeah. We escaped the castle. Woo! Episode complete. Chapter complete. Close it. Close it. She couldn't close it. What did I say? 精霊魔導士の力が足りない。私がいます。ルーシー様、王道十二門の鍵を出してください。私の鍵と合わせて十二の鍵で扉を封じます。精霊で、ルーシー様、わかった。鍵が金色の光に。王道十二門の精霊たちよ、悪しき者を封じる力を貸して。開け、十二門の扉、ゾディアック。すごい、全部の精霊が。お願い、お願い。どうした。イエーイ、スコール。喜ぶのはまだ早い。何頭のドラゴンが出てきた。7頭です。7 dragons。 やってくれたな、ルーシー、雪乃。だが7頭もいれば十分。夏はどうしたの。正直、一万は制御しきれない。何の話。あの方は私に未来を告げた。奴が姫を騙した未来人。あんた、まさか最初からそれが目的で。よく聞け、愚民ども。今より人の時代は終わりを告げる。これより始まるのはドラゴンの時代。手始めにこの町にいる魔導士ども、皆殺しにしてこい。ドラゴンがあいつの言うことを聞いた。さっき制御とか言ってたが、まさか。ドラゴンを支配する秘術、双龍魔法。あいつの目的は何なの。わかりません。こんなことに何のメリットが。ここはお前に任せるぞ、ジルコニス。うまそうな人間どもだ。あいつはドラゴンの墓であった。
我が名アトラス・フレイ、貴様地獄の炎を見せてやる。 The hell?夏ドラグニュドラグニュ街を見、もう何をしようか手をくれ、終わりだ終わりだ。お前の目的は何なんだ。7年後世界はドラゴンによって支配されていると言ったのを覚えているか。だがそれはエクリプスからやってきたドラゴンではない。支配者の名はアクノロギー。たった一頭のドラゴンによって世界は支配されている。戦える魔導士もギルドも存在しない。恐怖に怯える日々。俺はドラゴンを操る秘術を編み出したが、アクノロギアには効かなかった。もはやアクノロギアを倒せるのはドラゴンだけだ。そのためにドラゴンを呼んだのか。それだけではない。アクノロギアを倒せば俺がドラゴンの王だ。お前支配する側に回るんだ。ゾクゾクする。お前は本当に運が悪い。聞こえるか。熱流魔法ならドラゴンを倒せる。今日この日のために俺たちの魔法があるんだ。Woo! 今戦うためにドラゴンスレイヤーがいるんだ。ドラゴンハンティング行くぞ。ドラゴン狩りだ。 Woohoo! Hey, he took it down. Damn, is that it? That's all we got? We took out the dragons. You gotta watch the anime for this. Watch the anime to see what actually happens.エクリプスを通じて二人の未来人がやってきた。一人は私、もう一人はローグ。話はとにかく複雑で、この時は世界の危機に直面してたから何が起きているのか考えてる余裕がなかった。未来の私は現れたドラゴンによって世界が滅ぼされたって言ってた。戦いで仲間を失い、無我夢中でエクリプスを起動させこの時代へやってくる。これが一つ目の未来。世界は1万のドラゴンに滅ぼされてしまった。そして二つ目の未来、これは未来から来たローグがいた世界。ここでもエクリプスは開かれる。でもその世界の私がすぐに閉じたことでドラゴンの出現は免れたみたい。でもその7年後、アクノロギアが現れ世界を支配することになる。そこでローグは1万のドラゴンを操ればアクノロギアに勝てるんじゃないかと思ってこの時代へやってきた。ローグの計画通りにはならなかったけど、7匹のドラゴンが出てきてこの世界は大混乱に陥った。Lucy has a past, blah blah blah. Oh, okay. Timeline.Chopped on it. 無駄なこと。人間はドラゴンには勝てない。みんなを守れるなら人間じゃなくていい。マザークレア。
the hell? They're dragon eggs. Dragon egg. Baby dragon. Dragon が増えた。ナッツの声を聞きましたね。ドラゴンを倒せるのはドラゴンスレイヤーだけです。ドラゴンスレイヤーはそれぞれドラゴンを。他のメンバーは小型の撃破をお願いします。ローグ、他のドラゴンへ回れ。ドラゴンスレイヤーのイネーギルドを助けるんだ。ナツさんの声が俺に勇気をくれた。戦う勇気じゃない、仲間を守る勇気をだ。スティングか。フラム様、感情のないセーバートゥースは終わったんだ。俺たちは前へ進む。Episode start, chapter 6. Fight against dragons has begun in order to protect the city from their wing onslaught. Ready for the battle. Can I set my team? Oh shit. Can't do anything. No team sets! I'm ready.Five members into four teams. Oh, I get to pick the teams. Natsu, Laxus, Lucy, Wendy, Mary Jane, Ezra. You know what? This could work. This could work. I don't want to split Gray and Juvia up. I don't want to split them up because they work really good together.Yeah, we're gonna go with this setup. Cause I don't got nobody else, right? Oh, I can have Gajil! Alright, that's kinda broken. They get Puff Puff. Now we're good. Damn, this team is a broken ass team.Team Natsu. Oyadama wa oku ni iru. Kogata wo kechirashite susumu zo. Iku zo! Handsome dragon. Moete kita! I'm all fired up!Laxus! Damn, Laxus OP! Bruh! Laxus OP! He destroyed everybody! Let's do it again! Let's see if he does it again!Laxus! Laxus!Where's your creator? Where's your creator? Laxus, Laxus, Laxus. He's a beast. Oh, then, don't know.
タタ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 Kill all these things just to find the boss. Yarareru kakugo wa dekiten daro na. Raiyu no tekken. Yes. Kariyu no tekken. Kenryuken. Whoa.俺の勝ちだ。How much health do I have as Natsu? Why my health so low? Damn, so much damage. これを使う。MP? That was a waste of attack. Yeah, level up. Ooh, Ultra Fire Brilliant Flame. Alright, where is it at? Where's the boss? We killed all of them. Is that him down here? This gotta be him. Be a good time to save. About to get destroyed. You never know. I'm ready. Let's fight this thing. That's a dragon. God is dragon slayer.Of course, gotta be a fire dragon. It's more of a toast to your ever ego. And I'm gonna eat you.Health generation. Turn about the enemy times the swimming commands become available. Eat flames. Yeah! Eat his flames! I guess it's good that we get to fight the fire dragon with Natsu. Yes!
Oh, awesome. Now we can just destroy it. So much damage. 35,000 almost destroyed him. Woo! And that's how we do it as Dragon Slayers. Slayed that thing. Level up. That dragon got pulverized. Uh oh. How are you related to Igu? イグニールとどんな関係だ。イグニール。お前、イグニールを知ってるのか。我が友にして、遠慮の王。そっか。イグニールは俺の父ちゃんだ。イグニール。そういうことか。イグニールの子よ。お前の目的は何だ。ドラゴンを呼び出して、めちゃくちゃにしたやつが。 俺はそいつを倒す。なるほど。そやつは我らを操っている。倒せばこの魔法も解けるかもしれん。力を貸そう。いいのか？我が友のことあらば拒む理由がない。All right.